回なんですけども、ミニノート当選結果でございます。ねえ、はい、これもしかしてすごいんじゃないかというふうにですね、気づいたポイントがありまして、それまた最後にお話していくんですが、とにかく結果だと、とにかく当てろと。私の購入分はこちら。どうもさまは、オクチャンネルだー。今回なんですけども、ミニロード当選結果でございます。ねえ、はい、今回なんですけど、ミニロード、の当選結果なんですが、もう新型購入法で挑戦していくわけなんですけども、ちょっとね、この新型購入法の買い方を見ていると、これもしかしてすごいんじゃないかというふうにですね、気づいたポイントがありまして、それまた最後にお話していくんですが、とにかく結果だと、とにかく当てろということでですね、早速当選結果見ていきたいと思います。企画選金、はい、じゃあ行きましょう。今回は1083回のミニロトの動画でございますね。ではまず、当選結果、当選番号ですね、見ていきたいと思います。こちらですね。ちょっと待って、1と3、え、大丈夫ですか？最近やっぱ多いな。1の桁2つ出るの多いな。では見ていきましょう。私の購入分は、こちら。グッバイ、君の運命の当選は今日じゃない。辛いけど、選べない。はい、じゃあすいません。反省会ですね。もうたまにはね、歌ってもいいかなと思ってやっちゃいました。はい、すいません。別に上手じゃないんだよ、すいません。はい、じゃあ反省会ということで、一応こちらですね、こちらは一応参考にしているものなんですが、一応これと、当選番号ですね、13192629255ですね、ボーナス数字5、一桁がたくさん来ると無理よ。もう絶対無理だから、これ絶対無理なんですよ。だってないんだもん、2しかないんだから無理でしょ、女当たるわけないでしょっていう開き直りも大事なんですよ。なんだろう、諦めがつかない、あの時あれ言ってたよかった、あの時あれ迷ってくれてあっち行ったとか、そんなたらればはもうマジで、宝くじに置いてはそんなもの何も通用しないです。ただのもうほんと5択よ、5択。そうだから無理だったら無理、いけるんだったらいける、なんでなのっていうのをちゃんと考えないと意味がない。そう、それが僕の買い方ではありますよね。はい、じゃあ、ちなみに1に関しましては、登場回数は2位のもの、そして3に関しましては本当3位のものなんですよ。はい、いや本当もっと違う環境でもっと違うタイミングで来てほしかったですね。今日じゃなくていいじゃないですか、別に。僕からしたらですよ。そう、皆さんからしたら分かんないですけど。いや、まあ、高額当選されてる方もいらっしゃるので、それに関しては本当におめでとうございますっていうね、賞賛を送りたいんですが、僕の話ですから、これ。僕の動画だし、僕の話だから。そう。それに関してはもう違う環境でよかったんじゃないかなと僕は思ってます。はい。で、10から29に関しましては、一応出たのが19、26、29ですね。で、今回の型なんですが、11、10、20、20だったんですよ。で、一応こちらですね、これ見ていただいて、前回でね、申し上げた出現パターン、多いのは1、10、10、20、20、1、10、20、20、30、10、10、20、20、30、10、10、20、20、20となっていたんですが、このね、1、10、20、20も、これありえますよね、ありえます、本当ありえますよ、そう、ありえるんですよね。で、この購入法ですね、また新型購入法と呼ばせていただくんですが、1の桁が2つ来るとマジで辛い。マジで辛い。もうだから1から10、9は捨てちゃってるんですよ。そういうちょっと買い方になっているので、ここがちょっと辛いかなということですよね。そう。で、冒頭にお話しした、これの買い方にハマったらやばいんじゃないかっていう話なんですけど、仮になんですが、これ2と31がハマっていたとしたら、極端な話ね、中3つの数字ですね、揃わなくても4等が3つ出ていたということで、1000、今回400円かな、400円の購入で3000円近く当たるんですよ、プラスになるということですね。で、最大にですよ、最大に揃っていたら、1等と3等はあり得るんですよ。で、2等はないのっていう話なんですが、2等はボーナス数字が来るんだ。ボーナス数字もう乱立、もう暴れ倒してるんで読めないですから。
もうマジで2頭はタイミングだなと思ってます。はい。で、今回まあまあ、1頭は11口出ていて、1400万ほどですね。1480万ぐらいですね。で、2頭は16万2000円ですよね。で、3頭はまあ1万1900円。で、4頭は今回ちょっと多かったですね。少なかったのかな、1100円ということですね。で、いう結果なんですよ。だからまあ、どこに食い込んでいくかは、まあ、本当にわからないなと思っております。はい、じゃあ、今回ですね、まあ、こういった結果だったんですが、このチャンネル面白いだと、お前やっても楽しいよと思う方いらっしゃいます。ぜひですね、チャンネル登録お願いします。そして、あなたの、新型購入法、まだちょっと、名前つけてないので、またちょっとね、いずれ、落ち着いた頃に、生配信で生決めませんかっていう動画出したいなと思ってるんですけど、お前の購入法期待してると。宝くじをハックしてるんじゃないかというふうにですね、思っていただける方いらっしゃいましたら、これからの活躍を期待という意味でグッドボタンをお願いいたします。はい。で、今回ですね、1083回の、ミニノートの動画だったんですが、なかなかね、簡単に当たらないんですよ。そう、簡単に当たってたらみんな当たるじゃん、僕も当たるじゃん、みんな金持ちじゃんっていうね、感じで、まあ地道にですね、ちまちまと、小学購入で高額当選張っていく必勝法の方を、ずっと考え続けるというのが僕の使命だと思っておりますので、僕自身が実質的に出さないと、説得力がないなと思っております。はい。では、今日はですね、見事に外してしまいましたが、皆様また応援の方よろしくお願いいたします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。